タイトル見たら一発だよね。今回使うポケモンの特徴としましては、ハッヘヘ、赤いボディをしてて、うん、虫タイプで、攻撃力が高くて、俺か、防御力も高くて、俺だよな、イケメンで、俺だな、鎧の孤島で新しく追加された。おっと、流れ変わったな。はいはーい。僕、大体の項目合ってねえだろ。しかも下にいるし。は？しね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 。はい、正解はハッサムでしたー。このチョイス、バイポイント戦ってとこか。なんか道の単位出てきた。バイポイントってのは、見た目が良かったりサムネの出来がいいほど高くなる値だ。計測には専用の機械を使用する。マリサさん最近ドラゴンボールとかたしなみました？ほん、じゃあこれは戦闘力何本になる？戦闘力言うな。100、50、10。なんだこれは、どんどん下がるぞ。ふざけんな。戦闘力が低すぎたせいでマリサが爆発してしまいましたが、選出を決めたいと思います。主役のハッサムは確定ですし、エースバーンを処理できるポケモンで残りは固めたいですね。てかこのパーティーハッサム買い取るにしてはエースバーン対策ガバガバすぎだろ。誰で倒すんだこれ。そう言うと思ったぜ。俺がエースバーン対策だ。お前は、バイポイント500か。人のこと数値化すんな。頭に乗せたら広告によくある漫画みたいになるだろ。ちなみに3体目はなんかもう思いつかなかったので適当にウーラオスにしました。適当に選出されるウーラオスの気持ちを考えてほしい。役に立てるかわからないけど頑張るっす。本当に考えなくていいから。普通にこの職場辞めたいんですけど。しかも合ってないし。対戦、よろしくお願いします。相手の先発はドラパルト。炎技があるかもなので初見でハッサムを突撃させたくない。そんなことより行け、プレシャスハッサム。ふふん、どうよこの似合いっぷり。お前衣装もボールもポケモンも赤とかカズレーザーか何かか。カズレーザーじゃないです。よし、カズレ、霊夢。わざとだろ。ここは安全にオーロンゲを出して台風消しないか。一発で燃やされたらどうが、成り立たねえからな。語ってるところ悪いけどなんでお前はさも当然のようにハッサムに転生してるの。マリサ、これは紛れもないマッシブーンだよ。ハッサムだよ。長寿アニメってさ、年月が経つと急にキャラクターがシャープになり始めるじゃん。うちももう4年経ってるからそりゃマッシブーンもシャープ化するよね。ハッサムだよ。北海道札幌市西区にある地名は？ハッサムだよ。私で遊ぶな。これは突っ込んできてる。読み成功だね。オーロンゲ、ジークジオン。やっぱカズレーザーだよね。違います。霊夢、あいつハッサムより先にトンボ使うとか生意気じゃない？マジ規約違反だよね。通報しよう。何の規約？出てきたのは、エルフーン。オーロンゲで受けるはずが振り対面が出来上がっちゃいましたね。なんかもう悲しくなってきたからツイッターでお気持ち表明してくるね。やめとけ。まあここハッサム見てるから初手ムンポはないと思う。身代わり。ってことはヤドリギやコットンガードを使ってくる害悪型だな。ほう、物理受けか。しかし今回の俺は一味違うぜ。嫉妬の炎？火炎放射覚えないくせになんでこれは覚えるんだよ。とにかく、これでイルフーンも困っちゃうよね。特殊技だからコットン意味ないわけだし。他のレギュラーキャラに出番取られがちで、嫉妬心が湧き上がった俺のおかげだな。覚えられる理由が悲しすぎる。はい、ここタク、イルフーンが殴ってくるならハッサム交代、交代してくるなら居座りが正解。じゃあ、ここで第3の選択肢、ウーラオスに交代をしてみないか？ただの逆張り選択肢追加するのやめて。というか相手の3体目はどうせイスバーンですし、ウーラオス何も役割ありませんよ。あるし。雑巾がけとか、なんで戦場に雑巾がけする人連れてきたの？じゃあこの雑巾も足せぞん。それ弱点保険な。こちらはエルフーンがハッサム交代読み交換をしてくると読み、リフレクターを選択しました。壁があればウーラオスでワンチャンゴリ押しが効くかもしれません。動画的にそれはよろしくないんだよなぁ。エルフーン交代したので読み自体は成功だね。カモがやってきたぜ。エースバーン対策に困ってる人、ドラパルト対策に困ってる人、なんかもう困ってる人。この型を使ってみるといい。ガラルのヨロガリはこれでボコれる。なんか勘違いしてるようだけど別にこの型エースバーンを倒せるわけじゃないからね。ただサポートができるだけだからね。それはどうかな。俺にとっちゃウサギ狩りは朝飯前だぜ。トンボ帰りを使うやつは全員ハゲろ。ブチギレすぎだろ。これでイルフーン対面ができるのでまた読み合いで遊べますね。嫌すぎるんだよな。あれ、なんかドラパルト来たんですけど。これは嫉妬の炎を見せてたので炎半減のドラパルトで受けに行ったっぽいですね。オーロンゲの嫉妬心役に立ちすぎじゃね。ならもっと嫉妬心を増大させればもっとオーロンゲがいい技覚えて強くなるかもしれない。ならねえよ。いやー、アニメにまだ出れてないポケモンはかわいそうどんねー。そりゃ嫉妬の炎も覚えるわ。なんだこの煽りかす。そういえばお前、アニメで巨大元帥使ってなかったけど具合でも悪かったのか。ボヘチャンネルメモ、オーロンゲは煽り耐性が高め。エルフーンがやってきたのでさっさとハッサムに戻しましょ。一回目に居座ったからこのターンに交代読みしてくる可能性は低いしな。オーロンゲの方が先に引いたし、いい感じですね。流れ向いてきました。
うん、まあ9大点。それじゃあここを起点に剣の舞でも積むか。あ、でもエースバーンで受けに来られたらまずいのか。霊夢、今こそ使う時だぞ。こいつは本物のトンボ返りよな。まずお前らに言いたいんだけど、別にトンボ返りはハッサムの専用技じゃないからな。いや、でもトンボ返りと言ったらハッサムじゃん。じゃん、じゃん、じゃん、じゃん。この結果ははっきり言ってクソわよ。様子見の身代わりは普通にあり得る行動なので、全部トレーナーが悪いです。エルフーンの特性、いたずら心で変化技の優先度プラス1、ハッサムの技、バレットパンチの優先度もプラス1、こうなると素早さ勝負になるから、身代わりを先に張ることができるので、安定行動だな。何が安定行動そうだな。だよ、冷静に解説しやがって。また振り出しに戻っちゃいましたね。振り出しどころか圧倒的不利状況だと思うけど。そんな不利状況を打破するため俺は戦う。オーロンゲ、まだ諦めてないんだね。当たり前だ。じゃあこの状況を打破できたら、準レグからレギュラーに格上げしてあげるよ。霊夢が好条件を提示するとき、大体交換条件はクソ理不尽である。まあそんな理不尽に負けないため嫉妬の炎を打つぜ。月が、綺麗ですね。よし、オーロンゲ倒されてエースバーン倒せなくなったから録画停止するか。停止するな。そうだ壁、壁張ったからダイマすれば玉巨大火球耐えるかもしれない。耐えないぞ。あばば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 。ちなみにH振りでも乱数だぞ。おぽぽ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 ぽ。まあ、要するに、ウーラオスで全抜きする以外勝ち目なしって感じか。いや、相手がエルフンを下げてこないならワンチャンある。下げてこないって、そんなことあるのかな。こっちの後ろがなんかわかんないから、エルフーンでやれるとこまでやったるでーみたいな展開あると思います。ふ、ここでウーラオスを見せてないのが功を奏したね。どうしてこの人さもようプレイしたかのような顔してんだろう。前、ハッサム、エルフーンはコットンガード、どうやら交代する気はさらさらないっぽいです。あれ、これエルフーンの方が先に限界値まで到達するから、普通にアドリビで粘られそうじゃね。しかもさ、このハッサム持ち物命の玉だから体力すぐつきね。エルフーンが倒せなかったら、ウーラオス飛ばされて負けじゃね。負けじゃない。私の計算が正しければ、ギリギリなんとかなる。なるのか。ヤドリギと玉で毎ターン4分の1削れるんだぞ。このままのハッサムじゃ、エルフーンの前にひざまずくどころか、エースバーンが出てきた瞬間に瞬殺される。でもそれは元の素早さがエルフーンやエースバーンより遅いからであって、ハッサムの素早さがそいつらより高ければこの問題は解決される。つまり、何が言いたいかっていうと、ダイマックスしてダイジェット積めば解決する。確かにダイジェット2回積めば全員抜かせるし、ヤドリギや玉ダメが元の HP 分しか減らないから体力に余裕もできやすい。ただそれでも体力は残るのか。知らねえ。やけくそダイマックスやめてくれませんか。このギリギリな戦い、漫画の主人公みたいで心が躍るぞ。サンムーン時代の俺は毎回こんなバトルしてたな。その姿でそういうこと言われると頭がバグるから元に戻って。あと毎回とか話盛るな。話と成績は持った方がいいってモルペコの野郎が言ってた。よくないよ。ハッサムのダイジェットがヒット。ふふふ、エルフーンはひとたまりもないだろう。身代わりに向かって大魔技打つの控えめに言って虚無感がやばい。まるで家で一人ぬいぐるみに向かって喋ってるようだよ。霊夢がよくやってるやつだな。ちょっとあなた、スーツの中にキャバクラのポイントカード入ってたんだけど。リアルおままごとするな。さあ、残った HP は20。めちゃくちゃギリギリじゃねえか。ここでエルフーンを仕留められないと負け。ダメージの高いダブルウィングで攻めるぞ。なんかエルフーンもすごい硬いポケモンだと思ってるみたいだけど、別にそんなでもないからね。バレパンでよかったじゃん。うるさいな、殺しちゃうよ。カムイ、ポジティブに解釈すればダブルウィングで身代わりを貫くっていう技の宣伝ができる。うおお、貫けー。エルフーン討伐。それよりハッサムの体力だが、アップな。よーし、あとはエースバーンだけや。で、このエースバーン対面の1ターンで、この勝負の勝敗が決まる。今の状況、ハッサムの方が早い。上からダブルウィングを打たれたら、ダイマエースバーンでもひとたまりもない。だから、エースバーンは先制技の不意打ちを打ってくる。そしてその不意打ちを阻止するには、バレパンを打たないといけない。しかし、ダイマをされると耐えられて負けてしまう。どっちを取るんだ、霊夢。私は、不意打ち読みでバレットパンチを打つ。昔誰かがこんなことを言った。真の強者は不意打ちを外さないって。誰かってかも高先生な。本当の真の強者は不意打ちに当たらないんだ。対戦ありがとうございました。今はハチマキの方が主流らしいけど、みんなもハッサム使ってみてくださいね。真の強者である私からの言葉でした。ところで真の強者さん、撮影時の順位はどんなもんだったんですか。はは、確か1万2台とかだった気がする。真の強者とは、